1981年、JP リッチャー D は、アメリカ合衆国マサチューセッツ州ウースター出身の MLB ニューヨークメッツの GM 特別補佐。1980年に、セントレオ大学からニューヨークメッツとドラフト外で契約。マイナーリーグで2年間プレーしたが、通算打率は2割に満たず、1981年、限りで現役を引退した。現役時代の守備位置は主に二類種であった。 その後、ニューヨークヤンキース、オークランドアスレチックスの下部組織でコーチやスカウトを歴任した。1996年にアスレチックスのサンディ・アルダーソン GM の特別補佐に就任。アルダーソンの後を継いで就任したビリー・ビーン GM の下では GM の右腕としてマネーボール戦略を推し進めた。アスレチックスは1999年に7年ぶりに勝ち越し。 翌2000年に8年ぶりの地区優勝、2001年には11年ぶりのシーズン100勝をマークした。なお、b g m とは、マイナーリーグ時代のチームメイトであった。アスレチックス時代の実績が評価され、2001年11月14日にトロントブルージェイズのゼネラルマネージャーに就任した。アスレチックス時代と同様に、スカウトによる主観的評価よりも、 セーバー・マトリックスに基づく、客観的評価を重視した補強を行った。マネーボールの原則通り、ドラフト上一指名選手は大学生中心だったが、トラビス・スナイダーやケビン・アーレンスのような例外もあった。2005年のシーズンオフには、テッドロジャースオーナーから大幅な年俸総額の引き上げを認められたことで、GM 就任以後最大の大型補強を行った。 BJ ライアンを5年4750万ドル、AJ バーネットを5年5500万ドルで獲得するとトレードでライル・オーバー・ベイ、トロイ・グロースも獲得。さらにベンジー・モリーナを1年500万ドルで獲得。ロイ・ハラデートも2008年から2010年まで3年4000万ドルで契約延長に成功した。リッチ・アーディはオフに入った時にプランは立てていたがこんなにうまくいくとは、 と大型補強を自画自賛したその結果、2006年は、レッドソックスを上回り、1993年以降では、最高となる地区2位の成績を収めた。2009年は、エースのロイ・ハラデーにトレード話が浮上し、高年俸選手のスコット・ローレン、アレックス・リオスを相次いで放出するなど、再建モードに入ったが、同年10月3日、契約を1年残したまま、 GM を解任された。在任8年間で勝率5割以上を4度マークしたが、悲願のプレイオフ進出は最後まで実現できなかった。後任にはアレックス・アンソボロスが就任した。GM 解任後、リッチアーディはカナダメディアのインタビューに対し、私は与えられた条件下でやれる限りのことをした。それでも、 この地区で勝ち抜くには十分ではなかった。ヤンキースはその気になれば、ペイロールを3億ドルまで増やすことができる。レッドソックスも資金は潤沢だ。この状況では、ブルージェイズがヤンキースやレッドソックスとの争いに勝ち抜くのは難しいだろう。誰が GM をやっても同じことだよと語った。2010年2月、米国のスポーツ専門局 ESPN。 ベースボールトゥナイトの解説者に就任。同年11月2日、アスレチックス時代の上司であるサンディアルダーソン、GM の招平で、ニューヨークメッツの GM 特別補佐に就任することが発表された。リッチアーディは、積極的な補強を行うことで、ヤンキース、レッドソックスと同地区という厳しい条件ながら2006年に87勝75敗でチクニーとなるなど、 一定の成果を上げた。それ以外にも2003年と2008年に2桁の直近を記録するなど激戦区のアリーグ東地区で検討を見せた。また、生え抜きの実力者であるロイ・ハラデー、アーロン・ヒルと金額の高騰を避けつつ、長期契約を結んだことや、アダム・リンド、アーロン・ヒル、トラビス・スナイダー、ジェシー・リッチ、ショーン・マーカム、リッキー・ロメロ、 ブレット・セシルラ現在の中心選手をドラフトで指名したことは高い評価を受けている。トレードの成功例としては、ホセ・バティスタ、マルコス・クータロラが挙げられる。マイナー契約で獲得したスコット・ダウンズは後にリーグを代表する救援サワンへと成長した。一方で、リッチ・アーディが連発した大型契約はことごとく失敗に終わった。その結果、 ブルージェイズの財政状況は悪化した。スポーツイラストレーテッド電子版は2009年8月に MLB の現役選手を対象にした最悪の契約ランキングを発表し、11位に B.J. ライアン、7位にアレックス・リオス、1位にバーノン・ウェルズを選んだ。また、契約を結んだリッチャーディを通列に避難した。2009年7月のロイ・ハラデーをめぐるトレード交渉では、 あまりに強気な態度を貫いた結果、交渉を成立させることができなかったため、各メディアから本気でチーム再建に取り組む心積もりがない、GM としての想像力に欠けていると批判された。ありがとうございます。